なんとなく時間があったから町にやってきたけど、どうするかな。あ、キリト。遊女か。どうしたんだ。オートの市場で買い物でもしようかと思ってたら、ちょうどキリトを見かけたんだ。買い物か。じゃあぶらりと食べ歩きにでも行こうぜ。まったく、キリトはそればっかりだね。アスタにも似たようなことを言われてたよ。あのさ、キリト。なんだ。いや、なんでもないよ。なんだかユージオの様子がいつもと少し違うような。あ、キリト君。アスナ、ユージオ君と一緒だったんだね。まあ、食べ歩きでもしようかと思ってさ。こんにちは。アスナはどうしたの。実はキリト君に手合わせの相手をしてほしかったんだけど、でもこれから二人はお出かけなんだよね。だからまた今度付き合ってもらうわ。あ、そういうことか。あ、すまんアスナ、近いうちに必ず時間作るから。キリト、僕は大丈夫だからアスナの相手をしてあげてよ。ユージオ。え、いくらなんでもそれは悪いよ。気にしないで、僕も偶然会ったところだし。でも一つだけお願いがあるんだ。お願い？うん。二人の手合わせを見学させてくれないかな。俺はいいけど、アスナは大丈夫か？ええ、もちろん。ユージオ君、ありがとう。ううん、ちょうど二人の剣を見たいと思ってたんだ。よし、そうと決まれば早速出発だ。ところは私の負けね。お疲れ様、キリト君。ああ、お疲れ、アスナ。最後の攻撃入ったと思ったんだけどな。あれは本気で焦ったよ。なんとか弾いたけど、紙一重だった。二人ともすごいよ。手合わせで対峙してるのに、不思議と息がぴったりで目が離せなかったよ。キリトの強さは嫌っていうほど知ってるけど、アスナの速さも凄まじいね。ああ、なんせ向こうじゃ閃光様と呼ばれてたくらいだからな。閃光様か。確かにぴったりだね。やめてよ、二人とも。恥ずかしいからその名前で呼ばないで。俺はいいと思うけどな。アスナの剣をよく表していると思うし、眩しいくらい速くて美しい剣だよな。時々見惚れそうになるほどに。キリト君、それを言うなら私はやっぱりキリト君の剣が好きだな。あったかくて優しくて、でも誰よりも強くて。アスナ、なんだかこっちが恥ずかしくなってくるんだけど、今のって剣の話だよね。ね、もちろん剣の話だよ。他に何があるんだよ。そうよ、キリト君の剣が好きって言っただけよ。まったく二人して。そうだ、キリト君とユージオ君はこの世界でずっと一緒だったんだよね。うん、ルーリット村からオートに出るまでも、修剣学院に入ってから今までもずっとね。キリト君の隣は大変だったでしょ。分かってくれるかい、僕の気持ちを。痛いほどに。何を大げさな。別にそんな迷惑をかけた覚えはないぞ。覚えがない？門限は破るし、規則は破るし、どれだけ止めても無茶はするし、どれだけ僕が心配させられたと思ってるんだい。いや、別に破りたくて破ってるわけじゃないけどな。それにユージオだって協力してくれてたじゃないか。それはそうだけど、
僕が言っているのは。なすな。ごめんね、兄弟喧嘩みたいでついおかしくって。キリト君のそういう姿を見るのがすごく新鮮だから。あ、そうか。今まではエギルさんとかクラインさんとか年上の男の人と関わることが多かったし、年が近いユージオ君だからこそ一緒にやってこられた部分もあるんじゃない？それは確かにそうかもな。ユージオが一緒だったからここまで来られたのは確かだ。ありがとうな、ユージオ。いや、お礼を言うのは僕の方だよ。キリトがいなければ僕はルーリットで木こりのままだった。キリトがいたからこそここまで来られたんだ。本当にありがとう、ユージオ。はあ、なんだか男の子同士の友情っていいね。あのさ、キリト。ん？なんだ？いや、やっぱりなんでもない。なんだよ、言いかけてやめるのはなしだぜ。本当に何でもないんだ。気になるだろう。あ、じゃあこうしない？手合わせをしてキリト君が勝ったら、ユージオ君は今言いかけたことを言わないといけないの。手合わせ？アスナ、何を言ってるんだ。それでそれで、夕暮れの河原でゴロ寝して、プ、強えな、お前もな、とか言っちゃったりして。なんかアスナのおかしなスイッチが入ったぞ。ユージオ、なんとかしてくれよ。よし、キリト、手合わせをしよう。なんでそうなる。キリトが勝ったら言わなかったことを教えてあげるから。うん、分かったよ。よくわからないが手合わせすればいいんだな。やっぱりキリトは強いな。うん、やっぱりキリトはキリトだな。あ、いや、ユージオの剣もさすがだよ。それでさっきユージオが言おうとしていたことってなんだ？それは実はずっと気になっていたんだ。この世界のキリトとリアルワールドでのキリトが同じなのかって。同じ俺？うん、アスナやリーファたちと接しているキリトはこれまで僕が知らなかった部分を持っている気がして。もしかして俺が2つの世界で別のキリトを演じてるんじゃないかと思ったってことか？うん、キリトを疑っていたわけじゃないんだけど少しだけ不安になったんだ。ユージオの様子がいつもと少し違ったのはそのせいだったのか。気づいてたの？ああ、
なんとなくな。うん、でも聞くまでもなかったよ。アスナと話す様子を見ていれば分かったし、だからもう大丈夫。僕の知るキリトは本物のキリトだって分かったから。ユージオ君、私もユージオ君と一緒なのちょっぴり不安だった。アスナも？うん、ここでキリト君が過ごした2年の間にキリト君が変わっちゃってたらどうしようって、そんな気持ちもあったの。でもやっぱりキリト君が私の知ってるキリト君で安心したよ。誰よりも強くて優しくて食いしん坊でよく寝るのがキリト君だもの。確かにそうだね、それがキリトだ。変なところで意気投合するな。でもどうして手合わせをしてくれようと思ったの？聞くまでもないなら手合わせする必要なかったのに。それはさっきキリトとアスナの手合わせを見て、剣で語り合ってるのが羨ましくなったからかな。ユージを寂しかったんだね。でも大丈夫、これからはキリト君とユージオ君の時間を奪ったりしないよ。そういうの恥ずかしいからやめてくれ。まあでも心配するなよユージオ。リアルワールドでの出会いもこの世界での出会いも同じようにかけがえのないもので使い分けたりはしない。ああ、よくわかったよ。だからこれからも今まで通りよろしくな。うん、こちらこそよろしくね、僕の親友。